セリザワ・郎5月4日から1993年3月23日は日本の小説家。静岡県沼津市名誉市民。東京帝国大学経済学部卒。物留学後、ブルジョアで出発。パリにシスで注目された。作品は、不正気球、天理教を主題にしたもの、日本と西洋の対比や、その矛盾を追求するものの系列があり。 冷徹な目を据えながら、生と死、愛の問題を扱った主治的ヒューマニズム作家。日本よりも、むしろ海外で、高い評価を受け、後年しばしば、ノーベル文学賞候補と噂された。晩年には、文学は、物言わぬ神の意志に言葉を与えることだとの信念に、より、神シリーズと呼ばれる、神を題材にした一連の作品で独特な、神秘的世界を描いた。 1965年1974年日本、ペンクラブ会長。日本芸術院会員。静岡県寸東郡柳原村大和沢が入道に、父、醸造、母、春の子として生まれる。生家は網元。1900年父が、天理教に入信し無所有の伝道生活に入った、ため、おじ夫婦と祖父母に育てられる。世話になったおじの家も後に、 天理教会となる。1915年沼津中学校卒業後、沼津町立男子小学校の代用教員となる。1919年第1、高等学校仏法科卒業。一校在学中、六幕と異弱に悩み、天理教信者に連れられ、兵庫県三木市の井出国子を訪ねる。1921年高等文館試験行政課に合格。 1922年、東京帝国大学経済学部卒業、農商務省に入省。1925年農商務省を辞任し、ソレボンヌ大学に入学。金融社会学のシミアン教授に学ぶ。フランス滞在中に結核に侵され療養に努める。1928年帰国。1930年療養中の体験に基づいた作品、ブルジョアが、 改造の三回目の検証小説に一等当選し、分断に登場した。中央大学講師として、貨幣論を教えるが、1931年4月から6月に、かけて、東京朝日新聞入館に、明日を大手を連載した頃から、大学では、芹沢の行動が問題視され始め、芹沢は、翌1932年4月に、中央大学を辞職、以降は、 作家業に専念する。1942年1月12月、戦意公用文学一式の時代に、あえて異教での愛と死をメインテーマとする、パリに死すを、婦人公論に1年間連載し、翌1943年中央公論者より慣、刊行読者の評判は高かったが、裏で、婦人公論編集長は、軍の検閲係から、 戦力増強に死しないと、毎月連載中止を勧告されていた。が、編集長は、12月号までそのことをセリザワには告げず、最終回まで連載を続けさせた。戦後、パリにシスは、森有政によってフランス語訳され、1953年に、フランスのロベール・ラ・フォン社から出版され、1年で10万部のベストセラーとなる。1962年より、 自伝的長編、人間の運命を観光し始める。これは、当初から、大変な反響を呼び、1965年、人間の運命最初の六巻により、芸術戦勝文部大臣賞を受賞。同年10月、川端康成の後を受け、第五代日本一編クラブ会長に就任。1969年、人間の運命全14巻により、 日本芸術院賞を受賞。1970年日本芸術院会員となる。1974年金止下原型単案事件に橋を発したペンクラブ批判で会長を辞任。1986年より紙シリーズ全8巻を死去の年まで書き続ける。1993年3月23日、普段通りの原稿執筆の後、 午後七時漏水のため、東京都中野区の自宅で死去。遺骨は、静岡県の沼津市営墓地に埋葬。代表作に、パリに死す、一つの世界、人間の運命、神の微笑などがある。神シリーズでは、大江健三郎との手紙のやり取りで、大江川が、先生と呼ぶ、と、二人の親睦が深いものと思われる描写がある。なお、フランス留学中に、 百武言語海軍大将と義兄弟の約束を結んでいる。ABCDEFGHI 第14回中野区ゆかりの著作者紹介展示、芹沢孝二郎。東京都中野区立中央図書館。2021年7月15日閲覧。読売新聞。1967年11月3日一面。秋の叙訓ごめん。 叙勲された人々くんにトークン3等。A.B. 海と風と愛芹沢文学の世界。芹沢孝二郎生誕100年記念事業。巻末略年譜より P.119。芹沢孝二郎先生追悼文集1995。野沢朝子著、導かれるままに2015年12月15日間21ページ。海と風と愛芹沢文学の世界。 セリザワ・コウジロウ生誕100年記念事業、完末略年譜より、P117。海と風と、愛セリザワ文学の世界。セリザワ・コウジロウ生誕100年記念事業、完末略年譜より、P118。改造検証創作等選作一覧。文学賞の世界。2021年7月17日閲覧。法文館、セリザワ・コウジロウジ選作品集一の。 セリ自ザワによる、後書きより、P214。その後、湯川編集長は招集され、沖縄へ送られ、敗戦直前に戦死した。招集と敗属が、この県への報復か否かは、立証が困難だが、セリザワは、死の戦死を今も、私の責任のように強く感じていると書いている。法文館、セリザワ次郎寺戦作品集一の、セリザワによる、 後書きより、P215 から217。新庁舎より一冊ずつ書き下ろし刊行第一巻、父と子の初版は1962年7月。1964年の実績が対象だが、発表、受賞式は1965年。朝日新聞1969年4月9日、長官、14ページ。岩井博士、作家の臨終。 母肥辞典178ページ、異色の提督百武言語 P1 から3の芹沢の序文。日外、アソシエーツ、人物レファレンス辞典音楽編の年譜では1933年7月、生まれ。不法の、去年81歳と、計算が合うのは後者朝日新聞2015年7月19日、第34年。 芹沢文子さん17日死去81歳。元東京音楽大学教授の芹沢文子さん死去。代表理事、岡玲子様聖去のお知らせ。芹沢孝二郎記念文化財団公式サイト。2021年7月17日閲覧。2021年6月6日聖去。中山美希がモデル。中山翔然がモデル。ありがとうございます。